ろしくお願いします。どうも。5万とか入れることには何も何の感情もわかないです。425よし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 425。あらららららら、後半にちょっと食べよう。さあ、ボートでバッチコイ後半戦、はい、どうも。今回はゲストは平山でございます。はい、お願いします。どうも。若干演者のテンションが下がってるな。え、多めに見てくれ。いや、もう休憩中にもう散らかしちゃったね。みんな一人も当たらないっていう、気を取り直して後半ここからね、9レース、でそこから10レース以降は準優でございますから、頑張ってやっていきたいと思うんですけど、こちら中山選手いい戦ですけども、山本選手、松井選手、真野選手、海老沢選手と来てついに来ました。ここ阿波勝也6号艇来ました。阿波さんね、魂一発一発まくってますね。緑の阿波勝也ね、スリットに注目ですね。どうでしょうか。あ、でも4号も良さそうだ。あ、4番伸びるな。こっからね、阿波勝也はこっから、あ、でもちょっと伸びてるね。5番よりは前行けたかな。4がでもね、うー、良さそうではございましたけども、ピタリ。あ、マノスさんか、ピタピタリ。いや、ここも難しいな。ちょっと阿波選手はさすがに届きそうにないかなっていう展示でしたけどね。展示見ると中山選手良さそうだけどな。壁がなさそうなんだよな。でも気持ちは良さそうだな。4が良さそう。うん、確かにな。覗いていく感じだったら、おー、ね、あー、横田さん行きましたね。本戦は2頭だけど、狙い目に阿波選手のまくり目、どうでしょうか、松本バチ君。まあ、正直なんですけど、休憩最後のレース井口さんが3から走ったじゃないですか、うん、あれ井口さん以外だったらさすがに頭取れてないと思うんですよね。っていうぐらい今日のその水面コンディション的に1がやられるとしたらやっぱ差しなのかなっていう気がするんですよね。確かに刺さってますね今日ね。で、多分横綱さんも 2-1 を本戦で上げてるので、なるほど、それあり得るとしたら展示のスタート切れた真野選手、もしくは阿波選手のトップスタートで、うん、ダッシュから来た人がまくり出しで1残しじゃないかなって思うんですよね。1の内側を入っていく形、4-1、6-1、2-1。阿波選手チュート1度まで跳ねてる。おー、まくりつもりかな。売れてるね。6-1さん21倍しかないよ。へえ。いやー、いや、俺だったらこのインディゲのオッズは俺インディゲから行きたいね。あー、阿波選手展示タイム出してきてますね。一番時計このメンバーだと、うわー、ほう、 6.69。 トップスタートだったたら行きそうっすね。そう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 、スタート順が早ければあるんじゃないでしょうかと。残り4レースと考えたらちょっとギア上げていかないと間に合わないな。そう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 、1回目発表していきましょう。はい、はい、それではバッチ、はい、展示を3回ほど見てですね、僕は逃げに決めました。おで、4コースの真野選手、スリット、ターンともに一番私は良さそうと思ったので、真野選手を軸に、まずは1-4の3-6、5000円ずつ2点。あー、これ意外に高いですよね。はい、じゃあ誰か折り返していこうかってなった時に、2と5よりも3と6の方が私はよく見たので、1、3、6の4、この折り返しの4点で5000円ずつ2万円で勝負します。絞りましたね。はい、まあ阿波選手が届かないという予想ですね。そうです、スリット揃うと。で、覗かれるとしても5だけ、海老沢さんだけ。うんうんうん、はい、それでは山。はい、私はちょっとインニエを買わずに、お、山本選手の差し、うん、わー、わかる。でも2-1前、横綱さんもそこ予想されてましたからね。はい、うん、あの中山選手、あの今節も刺されてるんで、インから、おお、よく見てる、ま、逆転するな差しかなと思って 2-1。あと阿波選手6-1-2-3の1-2-3。おお、真野選手がちょっとダッシュの成績があんま良くないので、うん、ここはちょっと
海老沢選手は6-1-5とかも全然ありそうなんですけど、うん、まあ飲まれるとしてうちで決まるかなっていうので6-1-2-3-1-2-3を買いました。なるほど。大祭りだ。僕は阿波選手ご活躍ので2着16-2-3-4これ1枚いきました。3000ずつ。そして頭もいきました。まくり目61のまくりじゃなく6-2-6-4-1-2-3-4というのを買いました。まあ、海老沢さんは最初に飲まれるんで切ってると。まあ、最終的に硬いところでは、1-2-1-2折り返しの差しろ1000ずつ、ここがまあまあ抑えっすね。さあじゃあ参りましょう。外の3艇からの指定です。インコースから1番、2番、3番どうよ。ダッシュ4番、まあでも4番、5番のがいってるかな。こっからなんだよね、阿波選手伸びるの。うん、まぐっちゃいいよ。ていうか2がもういってるな。逃げれないか。味方かれてる。うわー、叩かれてる。阿波選手最打ち雑誌。うわーうわー、むちゃくちゃだわ。うわー、阿波選手でもやっぱ3着か。いやもう2の1に1が本人で欲しかったのよ。いやくそー、叩くかこれ。時間だかー。うわー、まぐっちゃ期待通りの走り、期待通りの走りではある。2よー。いやもうダメだ、これは2やたら持ってるけど。私もです。24は満州だよ。力を合わせれば当てれたな。力を合わせればみんながいいと思った人を買えば。そうそうそう当てれたかもしれない。なるほどね。いや、みんなのやつ合わせれば本当買えましたよ。買えた。そうだ。まあ、新頭もと2着3着俺ズバッて当たってるから。うわー、一概243かな。243243、お満州でございます。まあそうか。24000です。参ったな。参りました。これは参った、マジで。ものすげえ吸っちゃったな。時間はちょっとやってなかったっすね。うわー、こっから準優だ。さあ、準優やってまいりました。今節ね、足色が良かった方々のメンバーでございます。米田選手ね、非常に足がいいという評価でございます。そして隙柄選手、石倉選手、服部選手、杉江選手、近藤選手と。でも今日そこまでね、バチッとね、イン逃げがめっちゃ決まってるわけでもないですよね、今日ね。うん、まあ、今日の感じじゃない、4頭とか。今日はね、ありそうだよね。逃げ3本しか決まってないね。買えんかった。2が頭と思っても買えんかった。そうね、むずいね。あって差しだった。今度も4いくやろ、こんなん。3がちょっとなんかあれだね。まあ、これ4がこのスタート決めたらさすがに頭取れると思いますけど。あ、じゃあフライングじゃないんだ。そう、入ってる。え、4がよく見えるな、でも。本当？服部選手。でもね、そういうインスピレーション大事だから。はい。横綱さん1-3-2-1-3-4、3-1-4-3-1-5。まあ。まあそうだよな、同感だよね。そう思う、そう思う。これ杉江選手があれか、石倉さんから直まくらってんのか。そうです、さっき。そう考えるとやっぱ石倉選手で、またね、隙柄選手がね、2コースの成績ずいぶんいまいちなんですよね。ほんで2着率もそんな、うん、石倉選手がな、3コース強いんだよな。強いですよ。まくってよし、まくり出してよし、なんだったら差しも決めてるっていう万能。そうなってくると3-1-4。そう、3-1か3-4。うん、いやー、つなびってみますか、わかんないから。はい、展示評価上から4-3-3-3-4-3。なんと杉江選手4評価ついてます。へえ。そして米田選手も4、あとみんな3。フォーカスが1-3-5-0。1-3-5-0、穴予想なし。米田選手もう押し切りと。本当？本当かは分かんないけど、マジ？で、毎日見てる人が言ってたから、僕らが本当っていう言うには信憑性ありますよ。ちなみに1号満州ですからね。チャンネル登録お願いします。どうですか、平山、どうしますか？いや、1号買いづらいな。しかも服部選手をどうにかしないといけないでしょ。そう。と厳しいんじゃないかな。バッチ君はどう？バッチ君は。これ服部さんかな。俺は14。石倉選手まくり不発。はい、まくり差しルートに入るか入らないか、ちょっと半端に握っての1-4-3-5-2点。うーん、絞るな。あ、1-4-5-52倍。ピュー、ピューだって。さあ、
勝負の準優一本目、それではヤマン。はい、私 4.314 341134 315で、この、3頭を資金配分で買って、はい、134はちょっとプラマイゼロかちょい浮くぐらい。あ、なんかだから半端な額言ってるけど、これはまあ配分した結果こうなると。そうです、いうことですね。はい、わかりました。さあ、それではバッチ。はい、私はですね、服部選手を軸にですね、おお、まずは4143の2ゴロ、4143の2ゴロ、まあ、これ実は、4頭の3絡み4、1絡み3絡みだけ2000にしようと思って、413000、はいはいはい、41000、43000、あと14000です、買い目的には。で、それを資金分配している形ですね、まあ、全部4絡みと。はい、で14143とこの413413っていうの、これが実は413だけ4000あるのよ。なんか結果ね、ほう、間違って、ね、だから413がド本命。俺は413、はい、石倉選手のまくり攻めに対して内側空いた4の左右打ち差しの413、これを僕本命戦にしていきたいと思います。143413を本命戦で。なるほど、はい、私はですね、全然分かんなかったんで津波の記者のご意見に乗りました。1号前、全部マンションです。1号前1000ずつと、石倉選手頼む、まくり出し一戦314、1万円、315、3000円。さあ、じゃあ順位1本目いきましょう。はい、この2点だいぶきついですよ、外。進入インコースから1番2番3番、あ、石倉さん、それは大丈夫な起こしなのか。あー、あー外伸びるな、揃った。でも一直線、でも揃った、一直線スタートからの石倉さん、ハットリさせ、うわー、隙柄さんご活躍、あー、まずい、隙柄さんご活躍だ、ヒノキだ、マジかよ、隙柄さんご活躍だ、うわー、しかも後ろ6番だ、うわー、6いるから3も4も入れないよこれ多分。うわー、あー、でも石倉選手うめー、いや、うまっ、うめー、うわ、1-2-3だわこれ、出たー。まあ、1-3-2でも外れてるんですけど、外れてます私もです。はい、1-2-3。いやー、これはなんで誰も当たんないの。1-2-3か、ここで1-2-3で選手をね、ちょっとまあ舐めたというか、3番4番の方にやっぱ目がいっちゃうよね。いっちゃう。しかも4が、しかも展示スタートめっちゃ出てたから1320円。あー、やっべー、やべー、俺も全員やばい、絶対当たんねえ、マジで。さて、ここ山地選手ね、いい戦ですけど、岡部選手、中渡選手、鈴木選手、鈴木選手、中西選手、6が動こうとしたけどみんな譲らず、ただ中西さんは自分から言ったけど、自分はちょっとダッシュっていう、ちょっとしかダッシュしない、今ちょっとダッシュ、入れてもらえないんだったらやっぱりいいですっていう、かましちゃうよって。本番はダッシュですかね。枠なり全然ありえそうだけど、いやー、これはなかわたり選手もいいね。これは内側決着では、もうみんなもう五分にしか見えないんだけど、横綱さんが本戦1-2-3、1-2-5、狙い目が2-1-3、2-1-5、岡部選手の逆転差し 5? あるかと。さあね、鈴木選手より鈴木選手をしたんですね。オッズの方はいかがですか。1-2-3、5.4倍、1-2-4、6.7倍、それそれ、やっべー、やべ、1点だ、まずいな、これはね、あー、こう、わからないね、これはね。え、これはもうね、誰だよ、これもうわからないよ、これは、これきついな、タバコ吸いて。1-2-3より1-2-4ですか。いやー、正直今節の成績見ちゃうと1-2-3の方がありそうだけどね。中渡選手だってあれよ、全部オール3連打よ。よし、じゃあこれでいこう。
これもう こっちで買っちゃっていいですか。平山さんは現金がなくなったということで、すいません、おテレボードの方でどうする。僕は展示の感じは、うん、正直やっぱ鈴木さんがよく見えたんだよね、うん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 、だからその突き抜けを買おうかなと思ってる。でも14も結構いいんだな。正直6短期だったらさすがにイン逃げだと思うな。ちょっとじゃあさ、つなび見てみましょう。444343、鈴木選手と中西選手が3評価だとみんな4と、フォーカスが125全。またもう125全。それ騙されないで。でもさっきでもさ、しょうがない、地元の記者の人が言ってんだからさ。コメントが、注目の侵入争い、6号艇の中西が短期で引っ張った、スタート展示は1号艇の山地、5号艇の鈴木が良かった、周回は岡部中渡りがいい、山地岡部の岡山ワンツーが第一感も、鈴木の絡みを抑え、第1、2、5っていうことですかね。よし、俺鈴木さんのスタート一撃14全、41全、45全、こっからちょっと考えてもらおう。4号めちゃくちゃ高いんだけど。そうでしょ、半端じゃないんだけど。マジ4号全すんげえ高いから、マジ半端じゃねえ。鈴木さんが突き抜けたらマジすげえ高いから。さあ、それでは第11レース順位2本目、じゃあ山213、214、215を2000円ずつ、123を1万円、はい、それから512の前を資金配分で2000円買いました。52の46、1000倍超えですからね。はい、じゃあ松本バッチ、奇遇だね。奇遇なんですか。みんな行くね。僕ね、僕はもう枠なりか鈴木さんが角予想で、もう鈴木さんの突き抜け41前と45前、これでもあるんだよね。鈴木選手が本当に4カード強いから、うん、はい、そして鈴木さんが飛んでくるのに山地さんが、まくられ率の低さ、これ春パターンだなということで、はい、山地さん春、ニコニコ前、うおー、これオッズもニコニコだね。これこれを、全部1000円ずつ、はい、5人帯ある。5人を入ったら120万円、5人帯だね。やばー、120万。なのでもう鈴木さんのロケットトラブルを期待したいと思います。ロケットトラブル、はい。突き抜けてよし、抵抗して2人いなくなってよし。なるほどね、ということで、わかりました。私は相反して硬いとこ行きましょう。ここは1341万円、1355000円、1435000円、1455000円と、僕はやっぱね、2番の岡部選手より3番中渡選手、4番鈴木選手がいいと思ったので1314をチョイスさせていただきました。中西さんもうちょっとやめよう前付け、うん、行くね、あ、行くわ、行った、行くの、行く、対戦メンバー、あ、今から行った、今からやめた、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 僕の間、僕の間チャンス、鈴木選手ある、これまずワンチャンス、まずチャンスアップパターン1 54やってないよ、4554じゃないですか。鈴木さんいいね、中渡選手、中渡選手ちゃんと押さえてよ。うわ、3がいってる、あ、中渡選手むしろ3だ、13でいいよ、トップスタート3、13でいいよ、で2を包む、で山内選手は逃げる、1号だ、なんでこっちできちゃう、1号だ、ちょっと待って、鈴木選手それはねえわ、え、誰か、え、1号はない、ない、ない、うわ、1号さんだこれ、ちょっと中渡り選手頼むって、3になれ、まだね、ポジションは5、あー、ダメだ、あー、行かれるわ、嫌な包まれ方された、そして4になる、だったら145にしてくれ、145は持ってる、参ったら、参った、154か、145持ってんのにな、くっそー、逆だ、これはやばい、どうしますこれ、やるしかねえ、1号よ、はぁ、さあやるしかねえぞ、もう井口さんの陰線だ、1500円だ、うわ、もう一発逆転できた、でも1200倍狙ってたから、え、でも買えます、1号はぁ、買えばよかった、1号、くっそ、さあ、それでは泣いても笑っても最終レース
つのスーパースター井口義則選手陰線でございます。そして2号艇佐竹選手、3号艇大場選手、4号艇今井選手、5号艇石塚選手、6号艇宮村選手ということでございますよ。井口さんだろう。もう井口さんしかない。ない。どこが売れるんかな。13か12か14か。あーめった。あーめっちゃ揃いそう。ちょっとだけダッシュ出ちゃった。これ N だ。まあ、だから内側の3人めっちゃ見えてるっすよね、スタートで。バリ見え。123132じゃないかな、これ。やだー。めっちゃお金払わなきゃダメってことでしょ。でも私たちのこのマイナス額で考えるとどっちかにしか払えないですよね。どっちかしか払えない。もう1点だね。123か132だったらもう1点。でも宮村選手も良かったな、さっき。まあ、宮村選手の着絡みにはかなり配当残ると思うんだよな、このメンツだし。まあ、とりあえずも井口さんは OK として、皆さん いくらですか。今12万負け。同じくらい。表面上12万負けだだけ。表面上12万負けだけど、あのその実お正月価格負けてる。マジでこれこんな久しぶりだわ。マジでやるしかねえ。マジで1点当てするしかねえ。でも井口さん逃げるじゃないですか、もう20分の1なんですよ。で宮村選手この順位でこの状態で6コースから16じゃいらないとするじゃないですか、もう16分の1でしょ、引ける16分の1を1ゲーム目に引けば勝ちなんだよな。引けます。引ける。だから15も俺は厳しいと思うんだよね、石塚選手さっきの3コースの走り見ると。はい、じゃあ12分の1。減ったほら12分の1。そうでしょ、もう12、13、14はどれが来てもおかしくない。1-0-0で余裕で振られたんだよな、11レースな。1勝でもそれ言ったらここもそうよ。15入ればプラスでしょ。今日でも13手目が1回も出てないです。あら、12か14なんだ。13ばっか買っちゃうから俺。13も消せる。消せんの。レメ攻略。1-2-0か1-4-0。8分の1。大場線だって本線13だよ。横綱さん本線13だよ。横綱さん13だよ。13出れないよ今日。井口さん負ける予想してるから狙い目。狙い目って言ったよ。聞いたことねえって。負けんって井口さんは。聞いたことねえよ。ポンコツ会の会長勝井口さんに。聞いたことねえって。さあどうでしょうか、ここ。まあ1位はね井口選手だから勝つとして、他2着3着誰をつけるかということでございますけど、まあじゃあつなびいってみましょうか。先ほどね、はい、見事8000円当てましたから、展示評価上から5-4-4-3-3-3-2-3。展示タイムは3号艇大場選手が一番いいですね。取れたてフォーカス123124142143。ありがとうございました。ヒントにならん。ちょっとねさすがにだとは思うんですけど、いややっぱ4がちょっとあれですよ。4抜けてるかな。よあのさ井口さんがね、一般戦に成績言った時に逃げ率 67% ぐらい。意外と低いな。で刺されゼロっす。ああ刺されゼロ、はい。でまくられが 8% で、まくり刺し食らってるのが 20% あるんですけど、ここに来てね4コースと今井選手、4コースからまぐり出し 15%。 むむむむ。まさかっていう、まさか。これ4-1はちなみにどんなもんですか。ふー、ま、いやさあでもさあ井口さんねえ、でも今井選手の展示タイム 6.96 ですよ。おっそ、まあ、確かに14はあるなあ。それ14本線ですからね。14だった場合、3着がむずくないですか。でも多分ね、2か3だと思うんだよな。14-5とかね、16出ないよね。2個変えます。142か143。でも 6.9 と 8.0 ですよ。うわー、そんなに売れてんの143。あーもう1-2差し2差しがバカ売れしてるんだ。これ1-2差し2差し以外だったらめっちゃ高いよ。いやこれ早く決めてさ、外行かなきゃいけないから。無理。え、無理これ早く決めないといけないから。早くは無理。チャンネル登録お願いします。え、3-1だったら2000円くらいでいけますよ。いけますよじゃねえの。いけますよじゃねえの。当たらないんだもん。やばい、いけますよじゃねえの。絶対当たらないよ。何切り抜けようとしてる。3度も繰り差しで。え、違いますよ。当たるわ、30分っす。いや、マジで井口さん負けないって。いや、123に3万貼るんですよ。抑えで3-1を買おうかなと。123と124どっちにしよう。俺124行こうかな。
俺1-3-4が書いてんだけどな、今井選手の足の悪さ大丈夫かな。なんかさ、3きつくない？今日きつい、今日きつい、今日きつい。でもね、なんか俺1-3買っちゃうんだよな。だけど1-2だったら1-2-3全然ありますもんね。もちろん3のおばさん、タイムも出てるな。そうなんだよ、ほら、そうなの、まくり差しありますよ。1-4-3あるある。はい、もう買いますよ。わあ無理だ、行くぞ。え、無理だ、勝って下に行くのか。行くぞ。さあ、それでは最終レース、外にやってまいりました。準優ラスト、我々の勝負もこれがラストでございます。それでは回目を発表いたしましょうね。ヤマン、はい、私は142143を25,000円ずつと、25,000円ずつ、310を2,000円ずつ行ったんですね。310ね、行きました。はい、わかりました。はい、さあバッチ、私はですね、最後まで迷った、142と124を4万円ずつ買ったんですけれども、計算してみたところ足りないということで、追加で1万円ずつということで計10万円きたー、敬礼しておきます。お正月ということで敬礼させていただきます。そして私142-4万、143-4万、8万。いや、もうとりあえずもう最後のレースになって言うのはあれですけども、今回の動画2本にサムネイルに新春というめでたい感じでやっていただければと思います。はい、はい、狂った感じでお金使ってますんで、多分ね、そう、お正月明けだからこんなことになっちゃったけどね、ボケってる、まだ。そう、さあ、じゃあ見守りましょう。142で全員生還ですよね。そうです、142でお願いします。さあ、始まった。いや、いった、いや、ソロ、ナイス、ソロ、いいスリット、いいスリット、いいスリットだ。うわ、ちょっと今井選手出すぎじゃないか。イグさん大丈夫？差を張って2度や、回る、1-1だよ、ロックは来ないで、ロックは無理よ。おい、おい、ニトさんどこ行って、ニトさんどこ、佐竹さん頼む、ニトさん、佐竹さん頼む、5がまずい、5がまずい、パスパス、左打ちに、いや、届け、刺され、頼む、刺され、あー、まずい、まずい、まずい、ロック外に、やめろ、頼む、勘弁してくれ、うわー、頼む、佐竹さん、頼む、外行くの、外行くの、伸びろ、佐竹さん、頼む、うちに行け、そうそう、邪魔、そう、先に回ろう、この部屋がこんなに明るく見えたの初めて。今日だけ電気つけた。今日なんか LED とかに変えました。もう喉痛え。本当だよ。いやさあ、それでは皆さん、じゃあ趣旨の発表していきましょう。じゃあゲストの平山さん、はい、私本日の趣旨がプラス12万600円。おめでとうございます。出ました。
明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい、あらすげー。なんでこういい感じ、まあ、まだ負けてないです、ボードで有言実行だよ、はい、すげー、やりました、素晴らしい。さあということで、じゃあ松本バッチから。はい、私ですね、当たったのは最後の1レースのみとなりましたけれども、払い出し43万5千円を受けてプラスの21万4千円です。うえー、やりました、やりました、やりました、ありがとうございます。それでは私でございますけれども、まあ私も最後しか当たっておりません。34万8000円の払い出しを受けまして15万4000円勝ちでございます。すごい、なんと番組初の、多分おそらく全員初めてです、5000枚クラスクリア、すごい、多分初です、初めて全員ノルマクリア。いやちょっとね、途中まではね、もう無理だみたいな、はい、最後のレースにみんな同じ出目っていうか買い目持ってると誰かが生き残るっていう確率が減るから、うん、そうそう、怖い点はあるけど、これはこれで気持ちいいね。いや、嬉しい、仲良く、もう非常にアドレナリン出ました。はい、すげえレースだった。さあどうでしたか今日はね、平山さん。はい、今日はあの本当に全然当たんなくて、一時はどうなることかと思ったんですけど、いや終わってみたらみんなでプラスで終われてすごく楽しかったです。普通はなんとなく得意ですって朝おっしゃってましたけど、すごいね、やっぱ偶数手を中心に買うとね、確かに、はい、しっかり偶数手絡みで、ね、確かに、はい、確かに、みんな覚えましょう。はい、そしてじゃあ松本のバッチ君。はい、僕も久しぶりのノルマ達成と、あと久しぶりの12レースヒット、12レース目で、はい、結構悔しい思いしてましたからね。大体 あそこの2マークのところに僕の歯1本ずつ落ちてるんで悔しくてバケーって一本折れて落としてきてるんで、そうそう、7年やるとほぼそうそうそう、久しぶりにね笑顔で帰ってきましたけど、やっぱあれですね、最後あれが良かったのかもね、もうお正月だからもう使っちゃったもんしょうがないって開き直りな、うん、なるほどね。いつもだったらあの僕持ってるの146だと思うんですよ、いつもだったら、ね、ああちょっと高い方そう、いや良かったっすわ、みんなで合わせて相談してやるっていうのも良かったかもね、うん、楽しかった、それです、久しぶりじゃない近川くんも、久々超えたのも本当久々です、うん、いや非常に良かったです。初の3人5000枚達成、そして全員勝利ということで、うん、いやもうもしかしたらこれからは協力助っ人としてまたぜひ助けていただければと思います。はい、それでは皆さんもボートレース2楽しんでみてください。また次回ボートレース X でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、私もよろしく、私もよろしく、やりました、ありがとう。勝って終わると気持ちいい、あーよかったポイントを貯めて様々な豪華景品と交換、ツポイントクラブ。ポイントは様々な景品に交換することができます。電話投票会員になって会員登録するだけ、ツポイントクラブ。ぜひご入会ください。